新潟のようなポゼッションは理想ですか？むずいなぁ。難しい質問っすね。俺が新潟に入ってたら、新潟でプレーしてたら、すごい楽しいし、うわ、このサッカーめっちゃ合ってるわって思うと思う。思うと思うけど、敵からしたら、今回戦ってみて思ったのが、もちろんそのショートパスパン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 つなぐようなテンポは速いんだけど、前進するスピードは速くないから、前プレイって剥がされてまたこっち行かなきゃ、でもついていけるから、個人的に個人戦術とか個人的な守備の部分では、縦に速くない分楽だったっていうのはあるかな。その俺はどっちかと言ったら走れるタイプだから、走れるからこそだけど、センターバックに行ってキーパー使われてサイドバックに飛ばされたりとか、もう一回センターバックに出されたりとかしても、あんまり剥がせたらすぐ前進していくようなタイプではないから、戻れるから、ある程度はあそこ待ってくれるんだとか、あそこスピードダウンしてくれるんだっていうのは正直思ったかな。やってて楽しいとは思うけどね。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。